皆さん、こんにちは。不動産の目で日本と世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント鈴木です。 いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回はキッシーこと岸田首相が総裁選で掲げ、いつの間にか引っ込めた令和の所得倍増計画について、私の視線で考察しますね。日本は長期間続くデフレで、ここ2、30年ほどほとんど所得が上がらず、これからも上がらんだろうと思っている方が大部分かと思いますが、でも考え方や見方を変えれば、日本でこれから所得倍増って、 実は十分可能なんですね目の付けどころが良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いしますね令和の所得倍増実は可能です1番名目賃金で生産するなら12年から15年かければ倍増は可能です2番 今から所得倍増計画をやるなら、日本は先進国で最高の環境です。3番、所得倍増をやってくれそうな政治家として、国民民主党の玉木代表に注目しよう。4番、名目ベースの所得倍増は、インフレという痛みも伴います。5番、キッシー首相は多分所得倍増に興味ありません。です。まず、次の概念について正しく理解しましょう。まず 価格と物価は違います。価格とは個別の商品の対価です。例えばレギュラーガソリンの値段がリッター160円みたいなものです。物価とは世の中にたくさんある商品価格の過重平均値です。例えば消費者物価指数などです。その消費者物価指数の上昇率をインフレ率とも言います。その逆がデフレです。 物価はたくさんの商品の価格をまとめて表現したものです。物価が安いか高いか、上がっているか下がっているかを測る指標として、普通は消費者物価指数が使われます。日本の場合、消費者物価指数は500品目以上の商品、サービスの価格を使って算出します。本当に色々ありまして、米、パン、鮮魚などから 水光熱費からパーマ代から学校の授業料からパスポート申請料まで多岐にわたります。諸外国も基本的に同じ考え方で消費者物価指数を出しますので国際比較もできます。消費者物価指数が上がればインフレ、下がればデフレとされます。 日本の場合、物価がほぼ上がらない。つまり、インフレ率が諸外国に比べて低い状態が長く続いてきまして、コロナ前2019年の時点で、インフレ率はわずかプラス0.48%。同じ年でアメリカはプラス1.81%。中国はプラス2.9%。ロシアはプラス4.47%ありました。世界平均はプラス3.6%でした。次に、 名目賃金と実質賃金は違います名目賃金とは労働の対価として貨幣で支払われるもの例えば給料・賞与手当などです実質賃金とは名目賃金を物価つまり消費者物価指数で補正したものです例えば額面の給料が月40万円ボーナスが1年に 100万円出るサラリーマンの場合、年収は580万円になりますが、そこでもらう額は名目賃金と呼ばれます。それを物価、つまり消費者物価指数で補正したものが実質賃金です。今の日本は物価がほとんど上がらないので、名目賃金と実質賃金の差が小さいですが、世界平均で言うとコロナ前は年間4%ぐらいインフレ、つまり物価が1年で4%上がりますので、 名目賃金が去年と比べて変わらないと実質賃金は4%のマイナスになります。名目賃金が4%上がって初めてトントン。つまり実質賃金が去年と同額になります。これで理解できましたでしょうかいよいよ本題に行きますね。まず1番。経済が長期停滞しているように見える日本で、これから令和の所得倍増が可能なのかというと、名目賃金ベースであれば実現、 可能でしょうね。というのが私の答えになります。先ほど世界平均で物価が年4%上がっている。日本はほぼ上がってないという話をしましたが、これがヒントになるんですね。これからの日本で世界平均に相当する年間4%のインフレを作り出すことができれば、会社としても給料を上げないわけにはいきません。給料を年間4%上げて生活水準がようやくトントンですから、 できる社員には8%から10%を上げるみたいな世の中になるでしょう。当然、都市部では家賃も上がりますし、水耕熱費も上がります。去年まで800円で食えていたラーメンが850円や900円になったりします。会社としても経費を払って利益を上げるため、値上げする流れになります。インフレ率4%の環境で、 日本経済が回れば、ざっくり言うと、名目賃金上昇率6%。 実質経済成長率2%ぐらいいになるかと思います学面の給料が6%上がっても物価が4%上がっているからそれで豊かさを実感できる人はあまりいないでしょうがそういう状態が12年続いたなら少なくとも名目賃金で年間6%が福利で増えていく計算になりますので5年後に34%増10年後に 79%増増12 101%年後に101増になります計算上は見事令和の所得倍増が実現できてしまうわけです。そんなの無理だろうと思う人はいるかもしれませんがそれは近年の日本の暮らししか知らないからでしょう。日本の外に出ればインフレ4%名目賃金6%増の国なんていくらでもあります。 例えば私は2000年から2005年までオーストラリアで暮らしましたが、チャイナタウンのフードコートで食うチャーハンが私が移住した2000年時点では5.5ドルで食えたのに、それから6ドル、6.5ドル、7ドル、7.5ドルと順次値上げされました。今では12ドルぐらいすると思います。日本を除く普通の先進国では10年経てば物価が1.5倍、20年で2倍以上になるのは 結構当たり前なんです。今のアメリカなんてもっとすごくて、インフレ率が過去30年で最高の年率6.2%になりました。これはさすがにやばいということで、引消しに走ってますが、当局は多分4%ぐらいに落ち着けば、おんの字だと思っていることでしょう。次に2番です。 アメリカのインフレ率が6.2%になったと同じ月、日本の消費者物価指数は上昇率0.0%でした。日本の場合、現時点で全然インフレしていないので、もっと金融緩和して国債を吸って財政出動してもいいんです。 今の時点からインフレ率2%、最終的には4%あたりに目標を置き、大規模な金融緩和と財政出動を続けて、増税を我慢し続けて、その結果、需要が供給を上回り、投資が活発化する状態、経済学でいう高圧経済。 ハイプレッシャーエコノミーの状況を作れれば、12年後に名目ベースでの所得倍増、つまり今現在で450万円ぐらいの平均名目賃金を12年後に900万円にすることは十分可能です。 日本がそこまで経済活性化すれば、結果的に増税する必要もなくなるでしょうし、日本の GDP が大きくなりますので、国防上、中国やロシア、北朝鮮と対抗する上でもメリットが大きいです。今、リアルにインフレしているアメリカで、それをやるのは難しいですが、ほぼインフレしていない日本でこそ、所得倍増計画を始める意味は大きいと言えます。次に3番ですが、 日本の現役政治家で令和の所得倍増を一番正しく理解しているのはズバリ国民民主党の玉木代表です。国民民主党は 給料が上がる経済というスローガンを掲げていますし、玉木さんは何より財務管理を出身ですので、日本のシステムでどのように所得倍増を実現するのか、具体的なイメージとプランを持っています。自民党では、例えば山本幸三さんがリフレ、所得倍増の論客、と財務省とガチで喧嘩できる政治家として有名でしたが、彼は残念ながら落選してしまいました。あと、左派系では、令和新選組の山本太郎代表、 票が積極財政路線ですその点では、緊縮派の強い立憲民主党や共産党とは明らかに違います。ただ悲しいかな。彼は経済学の素養がなく。 地頭が良くない財務省と喧嘩して所得倍増は無理でしょう本当に令和の所得倍増を実現ほしいと願うのであれば玉木代表と国民民主党を応援することをおすすめしますネタバラシすると、うん、私は実は非常に参考にしたのは実は MMT とかではなくてうん、うん、アメリカの、あのー、実はハイプレッシャーエコノミー,あー高圧経済です、ね、高圧経済<ー>で、ね、イエレンなんですよ、うん、で彼女が2016年に あの、FRB の議長だった時に書いた論文というか、まあ、演説集が一番オリジナルなんですけど、うんうん、ただそれを彼は財務、彼女は財務長官になっても、金融政策、財政政策、両面で、このハイプレッシャーエコノミーをやっぱり実践してると立派だよ。次に4番ですが、 令和の所得倍増、つまりインフレ政策を本当にやられると困る人が日本国内に少なからず存在します。代表的なのは年金生活者でしょうね。年金支給額は決まっていますが、物価が上がると実質的に目減りしますので生活が苦しくなります。世の中給料が上がっているとはいえ、高齢者が労働者として給料を得るのは難しいです。あと民間企業セクターでも給料の上がる人と上がらない人とに 二極化するでしょう複数の会社から内定もらえるようなスキルを持っている人は給料を上げられますがいわゆる社畜と呼ばれる層は給料上がらないのに物価が上がるので苦しくなります。あと所得倍増時代は投資も盛んになりますが投資はスキルや知識マインドによって勝敗がはっきり分かれるゲームなのでガンガン儲けられる人どうしても儲けられない人とに二極化します。 あと財務官僚もインフレを危惧しているかもしれませんね。日本国債と地方債の発行高は GDP の2倍以上になりましたが、日本国内で他に有力な投資対象が乏しいので、ただみたいな金利でもちゃんと国債が消化できますが、これがインフレになって、 他に魅力的な投資対象がたくさんできてしまえば、日本国債なんか誰も買ってくれなくなる、既得権益を失うのではないかという危惧があると思います。最後に5番ですが、キッシー首相が日本経済をどうしたいのかは正直わかりません。おそらく令和の所得倍増をやりたいという気持ちは彼の心のどこかにあると思います。 彼は岸田派という自民党内名簿派閥のトップです。岸田派はもともとは高知会という名前で同じ広島県出身の池田隼人首相の後援会としてスタートしました。池田首相は昭和の所得倍増を実現した政治家として有名です。念願の首相になれた岸氏は令和の所得倍増で池田先生と並び立つ政治家になりたい、そのために長期政権を作りたいという気持ちは十分ありそうです。 でもそんなキッシーに立ちはだかるのが財務省の壁ですキッシーの一族が揃って財務省の家系です財務省を怒らせたら親類全部を敵に回すことになりますし予算一つ組むにも邪魔されますから日本最強の既得権益層として生まれた彼が財務省と喧嘩できるのかどうかは分かりません普通考えて難しいでしょうね キッシーより高派で、かつ積極財政、経済成長路線の安倍派が自民党の最大派閥になりましたが、キッシーが辞任した後に安倍派首相の政権ができる方が、令和の所得倍増計画着手の可能性が高まるのかもしれません。あと、日本の所得倍増なんていつ実現するかわからん計画を待てない、サクッと資産を増やしたいという方は、アメリカをはじめ、普通にインフレしている国の資産に投資するのをお勧めします。 興味あれば私にご相談くださいね。今日の動画いかがでしたでしょうか面白かった、ためになったと思った、令和の所得倍増に興味が湧いた方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。それでは失礼します。さようなら。